皆さんこんにちは。中日ドラゴンズに心配なニュースがまた一つ。先発ローテーション投手である小笠原慎之介選手が契約更改で保留したのです。会見では金額が金額なのでと不満をあらわにしており、ドラゴンズファンもざわついています。今回はドラゴンズの現状の問題点などを紹介しますよ。ぜひ最後までご視聴ください。11月23日、小笠原選手が契約更改に臨み、今季チーム初の保留となりました。会見で小笠原選手は、下交渉もなかった。金額が金額と話し、さすがに僕の中でも、一発でハンコを押すことは、納得はできないと、球団評価と自身の希望の開きが、大きいことを示唆しました。小笠原選手といえば、2015年のドラフトで指名され、東海大相模からプロ入り、高橋純平選手の抽選に外れたドラゴンズ、北海道日本ハムファイターズから指名を受け、競合を経てドラゴンズに入団したドラ1投手です。高卒ながらルーキーイヤーから15試合12先発、2019年と2020年は苦しいシーズンを過ごしたものの、2021年から今年で3年連続規定到達を達成しているチームのローテーションの一角です。2022年は22先発で10勝8敗、勝ち越しでの2桁勝利を達成し、防御率 2.76 という成績で、推定年俸6600万円となっていましたが、今年は25先発で、7勝12敗、防御率 3.59 という数字でした。2022年と比べ、成績を落としてしまった小笠原選手、契約更改では、アップテージではあったようですが、それでも納得はできなかった模様。本人曰く、3年連続規定を評価していないことはない、と言われたらしく、それがいかに大変なことか、と温度差を感じたそうです。契約を早いうちにまとめたい、とも語っていることもあり、ファンからは、他球団なら10勝はできたし、1億に乗せてやらなきゃやる気も失せる。何度打線に見殺しにされたか、FA 獲得したら別チーム行きなよ、と同情する声も多くありました。今年のドラゴンズの契約更改では、清水達也選手の更改も話題に、花咲徳栄高校出身、2017年のドラフトでドラゴンズから4位指名を受け、高卒からプロの世界に入った清水選手は2022年2023年と2年連続50試合以上登板を達成。推定年俸は2022年の720万円、2023年の3200万円ときて、今年は5000万円でサインと順調に上がっているようにも思えます。ですが清水選手は 100% 納得したわけではない模様。一番は中継ぎの評価、どう頑張ったら奥近く行くかと、チームのリリーバーに対する評価の低さに納得がいっていないようです。今回の公開でも清水選手が50分にわたる交渉を行い、最初の提示額から多少上積みがあったことも明かしています。最初の提示額は5000万円より低いものだったということになりますね。ドラゴンズは以前からたびたび契約更改の際に選手から不満をぶつけられることが多い球団で、ドラゴンズの言い分としては、複数年活躍して初めて一人前、高い評価をしてほしければ FA 権を取ってくれといった言葉が球団側から出たこともあります。清水選手は、例えば70試合に投げて翌年翌々年もバリバリ投げられる人はほとんどいないと指摘し、リリーバーについてそういった評価基準を適用することの危険性を口にしています。どちらにしても、小笠原選手の例も鑑みれば、たとえ複数年続けて結果を残しても、FA 獲得前であれば、渋い査定になるということのようです。2021年オフに、ドラゴンズから FA 権を行使した、又吉克樹選手は2022年から、福岡ソフトバンクホークスと、年単位約1億5000万円の、4年契約を結んでいます。このままいけば、小笠原選手の将来的な流出は免れず、他の有力選手も次々去ってしまうのではないかとファンは危惧しているのですね。一方で、どこまで行ってもドラゴンズは結局最下位の球団です。チームの結果が出ていない以上、年俸が上がらないというのも無理もないような気はします。小笠原選手にしても、数字だけ見ればむしろ減俸となってもおかしくない成績の下がり具合です。その成績が下がってしまったことや、勝ち星がなかなかついてこないこと、チーム成績が上がらないことの責任が投手ではなく野手に大きくあるのではないかという点が、現在のドラゴンズの問題点や投手陣の不満点なのかもしれません。今年のドラゴンズは小笠原選手、
柳裕也選手、高橋宏斗選手が規定投球回に到達。しかしこの3選手がいずれも10敗以上を記録しており、規定投球回到達での2桁敗戦投手というのはリーグでもこの3選手のみなのです。普通は10敗もする選手は規定投球回に到達するまでもなく起用されなくなってしまうものですが、柳選手、高橋選手は防御率が 2.50 前後とローテーション投手として申し分ない数字にまとめており、もちろん小笠原選手の 3.59 もローテーション投手として十分合格点と言えるでしょう。ここまで負け数が膨れ上がってしまった理由は、ひとえにドラゴンズの先発陣が味方の援護を受けられなかったからにつきます。今年のセリーグで90イニング以上投げた投手の中で、柳選手が味方にもらった援護点の援護率はリーグワースト2位、高橋選手はリーグワースト4位、小笠原選手はリーグワースト6位だったそうです。3人揃ってなんとも悲惨。これでは勝ち星がついてこないのも無理はありませんね。その上でチームの成績の責任を求められ、自身の評価、年俸にも影響しているとなると納得がいかないところもあるのかもしれません。小笠原選手や清水選手に対する評価を受け、ドラゴンズのファンからは生え抜きを大切にしてほしいという声が見られるようになってきました。来年は立浪和義監督の3年契約の3年目最終年です。ここまで2年連続で最下位に沈んでることもあり、来年はなんとか上位を目指したいという中で戦力の大幅な手こ入れが進んでいるのですね。 FA 権を行使した山川穂高選手の獲得に動いているという報道が出ているのもその一環です。ですがドラゴンズは FA で他球団と競合するような選手の獲得はこれまであまりかなってはいません。別口での補強も試み、特に不足している打力を補うために戦力外市場から中島博之選手、上林誠二選手、山本康弘選手を獲得、さらに板山雄太郎選手を育成で獲得するなど大幅な戦力テコ入れを実施、さらにオプトアウト権を行使して読売ジャイアンツとの契約を破棄した中田翔選手の獲得にも積極的に動いているとされています。立浪監督は、勝負強い打者、これは身につくものではない、打点を上げてくれる選手には魅力を感じると中田選手を評価しており、他球団の中田選手に対する動きもあまり見えていないことから、現状はドラゴンズが獲得最有力と見られています。現在チームに貢献してくれている選手に対してケチって中田選手を大金で獲得するとなると複雑とこぼすファンもいますが、チームの得点力改善は何よりも投手陣が願っていることでもあるはず。選手、ファン、首脳陣の感情や思惑は複雑に絡み合っているようです。いかがでしたでしょうか。今回はドラゴンズの現状や問題点について紹介しました。ホーム球場の影響もあるとはいえ、守備面と攻撃面でここまで成績が違い、チームが勝てない理由が明白となると、双方がギスギスしていてもおかしくありませんよね。シーズン中にはお米を没収された一件で、投手陣は一軍でも米の用意がされるが、野手陣はそれがかなわないといった事態も起こり、チームの分裂が心配されています。来年はチーム一丸、今度こそ CS 出場や優勝を目指してほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。